絶対聞いて思い出す。なんだこんなムーディーな空気になってきたから。むずいなこれ。あ、最近千と千尋の神隠し、あ、そうなんだ、金曜ロードショー。千と千尋がいいね。ルージュの伝言いいじゃん。ルージュの伝言、ちょっと先歌って、ちょっと思い出すから。はい。あ、もう見えない。あ、ごめん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 。あれ、涙の国揺らぐ一番歌って。今は一人でも二人の昨日から今日は生まれきらめく初めて会った日のよう癒される。2番はマリとよ。待って、世界のねえ、やばい、分かんないってなったらね、ちょっとゆったり歌うと。あ、分かった。メロディーの方が先に若干流れるから。あ、そっか。分かったわ。うわ、思い出せるかな。バラードはそういうところもね。さっきのパイナップルの人と同じ人。そうだよ。うわ、あ、違うよ。うわ、面白がってパイナップルだけどプレイヤーじゃないからね。んだよ。え、やばいやばいやばい、やばいだけ、え、木漏れ日の横の別れの後も決して終わらない世界の約束でも昔歌ってたからナイスナイス。ルージュの伝言にするか。私これマリンの世界の約束好きだ。え、船長もフレアの好き。